皆さん、こんにちは。ブロガーの小作です。2021年3月の20日朝4時時点ですけれども、地震情報ということで、昨日、おとといとですね、非常に少なかったんですけれども、ちょっと珍しいところで起きているので、ちょっと要注意かなというところです。千葉、伊豆あたり、それから富山、石川、能登、それから熊本、鹿児島あたり、ちょっと警戒かなというところでございます。直近なんですけれども、3月17日ですね、17日に東北でバーッと起きて、またいっぱい起きるかなと思ったら、3月18日は1回だけ、3月19日も1回だけなんですけれども、また3月20日からですね、ちょっとちょぼちょぼと起きているので、また動き出したかなというところで、ちょっと最近の、動き、見ていきたいと思います。ちょっと珍しいのはですね、今朝2時28分に起きている房総半島南方沖というところですね。過去の履歴を見る限り、大きな地震はそれほど起きてないんですけれども、やはり太平洋沖、それから、房総半島南方沖まで行くと、やっぱり伊豆との関連、伊豆はね、結構大きな地震がありますので、ちょっと珍しいところではありますけれども、嫌な地域なのかなというところで、千葉、伊豆あたりは警戒かなと。それからですね、珍しいところでは富山県東部というのが起きてるんですね。これ3月18日、富山県東部というのが起きてます。富山県東部、ほとんど大きな地震起きておりませんし、回数もほとんどありません。ただですね、その富山県東部だけだったら、スルーしてるんですけれども、3月13日に石川県の能登でも起きてるんですね。で、石川県の能登を調べるとですね、ちょうど1年前にですね、震度5強の地震があって、富山で起きて、石川で起きてる、で、去年1年前は震度5の地震が起きてるってことで、ちょっとね、富山、石川あたり、それから能登ですね、このあたりはちょっと注意かなというところです。それから昨日、今日と続けて起きてるのは天草、熊本ですね。熊本は本当に、本当は2016年の大きな地震から、3ヶ月に1遍ぐらいは大きな地震が起きているような感じではありますので、ただ天草、そして熊本と続くとちょっと嫌かなというところではあります。それから熊本、鹿児島はですね、3月にすでに6回地震が起きて、その後起きてはいないんですけれども、桜島の噴火との兼ね、それから地震、世界で各地で結構地震が多発してる、地震、火山噴火も多発してるんですね。カムチャック半島の大きな地震が起きましたけれども、火山噴火も起きているようです。それからアイスランドは火山性の地震のせいか、もうしょっちゅう地震が起きて眠れないみたいな話にもなっているので、鹿児島湾で怖いのはやっぱり桜島の噴火かなと、世界的に噴火が始まってるんじゃないかというところでございます。というところで、ちょっと珍しいところではありますけれども、千葉、伊豆、それから富山、石川、能登、それから、こっちは珍しいっていうよりは、引き続きというところでありますけれども、熊本、鹿児島かなというところです。ただやっぱり怖いのは、北海道、東北沖でして、3月17日にも何度か起きております。その後、2日間は何も起きてはおりませんけれども、一番とにかく直近で大きな可能性がある、大きな地震がある可能性があるのは、北海道、東北沖かなというところなので、珍しいところも含めて、結構各地で地震がまだまだ起きておりますので、注意をしていただきたいなということです。